どうもすみませんチューリップ賞出走馬2歳ヒンバジー湾の阪神ジュベナイルフィリーズとチューリップ賞と桜花賞とは同じ阪神のマイルで行われるわけなんですけれどもただあの阪神ジュベナイルフィリーズの時期は馬場がだいぶ荒れてますし桜花賞に関してもある程度荒れてきた中で行われるんですよね。 それに対してチューリップ賞はまだ開幕して間もない馬場がいい状態で行われることがあってですから、阪神ジュベダイルフィリーズや桜花賞とチューリップ賞は別口で考えた方がいいぐらいのレースなんですよね。ですから今回もチューリップ賞はある程度馬場がいい状態で両馬場で行われる可能性が高いのでそう考えると前目から立ち,な立ち回ったりだとかあとはスピードと器用さを持ち合わせた馬を重視した方がいいかなとは思うんですが。 ただナミュールみたいに足がたまれば切れる足を使う馬っていうのはある程度は力出してくることが多いのでそういった意味で能力的にある程度評価しなきゃいけない馬は高く評価した上でそういった中で多少紛れが生じる前目器用さスピードっていうところその辺も重視してっていうところですね。それでで簡単にですね、賞賞のの方方ががいい、いいいいチューリップの方がいいっててう馬を分けていくと、 豪華賞の方が良さそうな馬はサークル・オブ・ライフ、アンジェリーナ、ナミュール、あとはサウンド・ビバーチェ、えーまそ、その辺ですかね。逆に今回のチューリップ賞の方が良さそうな馬っていうのはルピナス・リード、ウォーター・ナビレラ、ステルナティア。 この辺かななっていうようよとこころでこの辺の馬たちっていうのは馬場がいいことによって競馬がしやすいタイプでステルナ・ティアあたりも阪神ジュベナイルフィリーズではあれっていうような競馬だったんですが馬場がある程度荒れてパワー勝負になってたということあとは馬が使ってきてあんまり気配が良くなかったっていうところもありましたのでそういった意味でステルナ・ティアとかは今回はかなり狙い目なんですがただ そういった中で外枠引いてしまいましたのでババがいい中で外枠あ,のあとはそうですね逃げたりするタイプでもないのでそう考えると外を回らなきゃいけないかもなということになるとちょっと狙いきれなかったところがありますねそれでは右の方から一頭ずついきますピンハイピンハイはですね新馬戦の時刺してしかもバグの中塗って強い競馬したんですが、まあ、それはやっぱり高倉騎手は過小評価されているジョッキーで動かせるジョッキーなので高倉ジョッキーの 腕もあってかなというようなところなんですが、まあ、ただこの馬自体も足がたまれば素足面白いところがありますし並んでのたたき合いとかも面白いところはあるかなというような感じなんですがただ馬体とか動きなんか見てると時計がかかった方が良かったり上がりがかかった方がいいタイプでちょっとこの開幕中でスピード勝負となると足溜めが効くかどうかすら分からないところがあって、まあ、溜めが効いて他が自滅すればはまる可能性はあるかなというような程度ですね。邪魔 ジャマンははですすねねスピードはあります、ね、ただ、新馬戦の時はですね良い意味で余裕があったんで、後半の粘りも効いたんですが、2戦目にありがちな、ちょっと軽くなりすぎた、作りすぎたような感じになったところがあったんで、その分、粘りがなかったということ、あとは、距離も伸びて、その辺がなおされ響いたかなというような感じだったので、それと比べて、今回は前走よりかは、少し余裕が出てきたというか、少しパワーもついたかなというような感じがあるんでいいんですが。 それでも、あのーまあ、前有利な馬場とはいえちょっとマイルとなるとですね、そんなに息を入れられるか楽はできるかっていうところで、まあ、本当に直線まで楽はできたら粘る可能性あるっちゃあるんですけれども、まあ、直後にウォーターナビレーラとかがいてその辺が続いてきたりなんかしたらどうかっていうところはありますね。サークル・オブ・ライフサークル・オブ・ライフは、まあ、前走の G1 阪神チュベナイル・フィリーズでは狙ったんですけれども。 まあ、ババが荒れてたということあとはその前のレースでですねミルコ・デムーロキシュが直線勝負っていうような競馬をしてましたので同じような競馬をして外に出せばいい競馬はするだろうなっていうようなことで狙ったんですよね、まあ、そしてそういう競馬がはまったんですが、まあ、ただ、あのー、今回はババがいい状態でそんなに簡単に追い込みが効くとは限らないので、まあ、それなりの素足はあるんですがスパンと切れるタイプよりかはどちらかというとじりじりと。 力強く伸びるっていうようなタイプなので今回よりかは桜花賞の方がいいかなと思いますし少し余裕がある動きっていうところからも、まあ、それなりの競馬はするんでしょうけれども本命打つほどでもないなっていうような感じにはなりましたアンジェリーナアンジェリーナはまあ、結構品のある馬体してまして雰囲気のいい馬なんですよね。ででですすから今後成長が期待できるんですけれどもまあ、ただ まだやっぱりその体の使い方あたりに幼さがあるというか完成度はそんなに高くないんですよね。まあ、そういった意味で時計の速い馬場とか瞬発力勝負になりすぎた時とかそういった時には不安があるんですがまあでもあの今までいい競馬してきてますんでまあここならある程度いい競馬するためさえ聞けばある程度いい競馬するかなと思いますしまあ結構狙ってみようかなっていうふうに思ったところはあったんですがちょっとこのままですね あの後ろの左足の方がですね力強くなあのいい形で踏み込めるのでどちらかというと現状左回りの方がいい可能性があるんですよね。そういった意味では右回りも問題ない競馬はしてるんですが、まあ、ちょっと右回り多少まだ不安な部分というか未完成な部分を感じるのでその,その辺はちょっと心配かなというような感じではありますね。スプリットザシースププリリッットトは、まあ、ちょっととここに入ると 瞬発力もスピードも能力も足らないかなというような感じなんですが、まあ、使ってきている馬なので、他が自滅しまくればというような程度ですね。まあ、ちょっとフレッシュさもあんまり今はないですね。ナミュールナミュルの前走の阪神ジュペナイルフィリーズは、クリスチャンデムーロキシュの進路取りのミスですね。まあ、うちの方は荒れてきている中で、伸びないうち打ち付きをしてしまったというところで、逆にサークルオブライフは落ち着いて外に出しましたので、それでまあ。 ビクトリーロードを通れてサークル・オブ・ライフの方が勝ち切れたっていうような内容でナミュールは荒れた打ちつきっていうような後方からの打ちつきっていうような感じで一瞬はいい足は見せるんですけれども最後数十メートルっていうところであんまり伸びないっていうのがあの強引な打ちつきよくない打ちつきのパターンですね。ですからあのまあ本当直線向いて直線半ばぐらいまでを捨ててでも外に出せば。 勝ち負けに加わってたそれぐらい一瞬のキレという意味ではこの世代トップクラスではありますのでまあそういった意味で今回落ち着いてちゃんとラスト200からでもいいぐらいに待ってでも追い出せばスコーンといい足を使う可能性はあるんですがただやっぱり開幕週でもありますので追い込みが効かない可能性もあるんですよねまあそういった意味では不安点があるんで本命打てなかったんですがただ ほ他の先行馬たちが残,ったにしても残るにしても波打るだけは突っ込んでくるっていう可能性はあるので、まあ、そういった意味では本命打ってもいいレベルかなっていうふうに思いますねあの僕は桜花賞を狙いたいと思ってますのでそう考えたら権利は取ってほしいなっていうふうに思いますんで3着あたり拾ってくれたら一番馬券的にも桜花賞で妙味が出るかなっていうようなところですねルピナスリードルピナスリードはですね まあちょっと友とかお尻とかが浮き出すぎた時にはなんか馬体的なバランスもうちょっと体使えればなっていうようなそういうようなパドックでの気配があんまり良くなく見えるかもしれないんですがただあ,のあんまりバランスが良くない中でも走ってきてるまでで前走なんかに関してはちょっとロスが大きすぎてそれで4コーナー前後直線の入り口で反応の悪さを見せたっていうような感じなんですよね。 あの今回も4コダ前後の反応の鈍さが出た場合不安はあるんですがただこの馬何ていうかアグネスタキオンサンクに似てるようなですねその綺麗な馬場でキレのある動きができるっていうようなタイプなのでか軽さがあるんですよねそういった意味では馬場が荒れてきた状態よりかはそれよりかは今回みたいな綺麗な馬場で狙ってみたい馬でもあるので、まあ、枠も悪くないんで前に壁を作って後ろから溜めて外に出すような感じなら。 期待したいですサウ,ンドビバーチェサウンドビバーチェも、まあ、まだ良くなりそうなんですが現状でもああある程度脚力ががったたりりりななんかして伸び始めた時ににはそれなりにいい素足がありますね、まあ、前走うちの方から抜けてきたんですけれどもああいう強引な進路取りよりかはどちらかというと4コーナー前後ずぶさ出すことが多いんでなるべく後ろから溜めて外回ってっていうような感じの方が合うかなっていうふうに思いますし、まあ、他にも瞬発力ある馬たちがいるんでそこまで目立たないかもしれないんですが。 溜まった時にはある程度いい足は見せると思いますね。ウォーター、ナビ、レラ、ウォーター、ナビレラはまあ、追い切りなんか見ててもふわふわ走ったりだとか。走るのをやめそうな感じで当てにならないところがあるんですが、まあ、ただ自分の形で直線向いて叩き合いならある程度しぶとい馬なんですよね。で、まあ,あの現状能力スピードもありますし。 2番手とかばらける展開で先行できた場合だとある程度いい競馬できると思いますし竹豊騎手なんでいいところはあると思うんですがポジションが悪くなった場合だとちょっと気持ちが切れたりだとか素足がいまいちな感じになる可能性があるので、まあ、まずはポジション取れるかどうか、まあ、あのババがいいのでこちょっと今回狙ってみたくなるというような感じですねラリュエルラリュエルは前走はまあ余計な形で内をついてしまってその形でも結構伸びてましたよね。 まあ進路通り的に有利じゃないのにあれだけ飲みましたしパドックで馬体あんまりパッとしないんですが走ってみるといいところがありますし、まあ、一本上司じゃない先行馬っていうような感じなのでそういった意味では今回の馬場のいい状態であと終える川田騎手で面白いかなとは思うんですが、まあ、他の馬たちの方に魅力を感じたのでちょっと狙いきれなかったんですが、まあ、まあでも穴馬としては面白い範疇にはなると思いますね。ルージュスティリア ルージュスティリアははこのまま素質はあると思いますねただちょっと足と胴体のバランスとか体の使い方のバランスがあまり良くなくてで気持ちも勝っちゃってるような感じなのでちょっと体幹がしっかりしてないというか落ち着いて効率よく走れてないような感じがあるんですよね。でですから使って2戦目で 逆にそういう面がマイナスに出ないか溜めが効かない自滅する可能性はあるかなとは思うんですがただ藤原秀明旧車で優秀な旧車ですなんだかんだ言って競馬で力出すかもしれないのでそういった意味で溜めが効いて直線勝負っていうような感じだったら素足に関しても引けは取らないと思うのでそういった意味では面白いかなとは思うんですがまあ、ただやっぱりギャンブル性の高さは感じるなっていうようなところですねまあ、あの今後半年後1年後は期待できると思いますねシークルーズ シークルーズはちょっと力強さが足りないような感じがあるのでちょっとパワー勝負とか自力勝負になるとどうかっていうようなところはあるんですがまだババが綺麗ですんで、まあ、ちゃんとまず貯めて直線勝負っていうそういったような負担の少ない塗り方をすればババ綺麗ですんでいいところあるかもなっていうような感じではありますね。ツッチーフェイスツッチーフェイスはちょっと、あのー、動きとか硬いですし時計がかかるババとかじゃないと難しいかなっていうような感じがあるんで相手が強いと思いますね。 ステ,ルナティアステルナティアは、まあ、最初にも言ったんですがちょっとババが悪くなったり自力勝負になりすぎると足りないところがあったりしたんですが、まあ、今回気配いいですしスピード勝負ババもいいっていうような感じでこの間のバランスの良さセンスの良さが生きると思いますがまずはタメが効くようなポジションを取れるかですねちょっと相当枠が気になる感じですね。オオオオーーソソミミは、まあ、ちょっと相手が強いので まあちょっとパンとしてない部分があるんで4コーナー前後の反応とかが悪くて前走なんかはばらけた2番手だったんで競馬がしやすかったかなというふうに思いますのでまあ相当恵まれないとなかなか難しいかなというような感じだと思いますね。以上です,失礼します